皆さん休みの日って何しますか？あ、こんにちは。はい、こんにちは。みんな休みの日って何する？ゲーム、ゲーム、寝る、ゲーム、マイクラ、YouTube、寝る、まあいいで、ゲーム、Apex、ゲーム、寝る、寝る。遊園地とか行くよね。はい、ディズニー行ったり、ユニバ行ったり、ね、ディズニーとか行ったりするよな。なあ、MS、ディズニー行くよな、ディズニーとか、ユニバとか。小学校1年生以来行ってない。まあ、行くと思います。50人クラフトの参加勢は。ということで、今回は50人で遊園地を作ってみた。やっていこうと思います。50人で1人1アトラクションというか、まあ、1施設担当。ちっちゃい売店みたいなのでも OK。1施設。USJ、ディズニー、サントピアワールド、どれを参考にしますか？サントピアワールドってな、何？サントピアワールド、新潟県の遊園地。田園の中の遊園地。なんか田んぼの中に遊園地あるんですけど。1日貸し切り100万円らしいですね。110万円で1日貸し切りがなんとできるらしいです。すごいですね。まあまあいいや、なんとなくのイメージを置くんで、道から設置した方がいいな。ちょっと俺がさ、俺の中での構想なんだけど、ペイントを見てもらうか。イメージ こんな感じで、まあちょっと真ん中に道があって、ディズニー式、ディズニーシステムでいい。ここ真ん中に、まあ、なんかこうモニュメントになるもので、エリアごとに分ける感じ。放射線状にこう作っていくみたいな。だから こういう感じの道を作れば OK。だいたいこんな感じ。この放射型の道路を作る。この感じでちょっと道路をなんとなく作っていきます。はい。ワールドエリートできる人、こっから円をやってほしい。入り口が、この赤い羊毛立ってるところ。あ、いいね、いいね、いいね。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。この白い布沿いに道路作ってください。一直線の道にしないからね、ちょっと うねうねねじらせるから。はい、俺のこの緑の枠の通りにちょっと作っていって、道の種類どうしよっか。白のコンクリートベースでいいかな。道のデカさは5マスとかにする？テーマパークですか？それともただただ楽しい施設いっぱいですか？ん？ん？どういうこと？なんかわかんないかも。みんな遊園地に行かないからイメージがついてない。あとさ、やりたいことがあるんだけど、なんか一番真ん中はさ、特定の誰か参加勢をさ、フィーチャーした建物にしたくない？なんか。で、そいつの、ランドにしよう。でんでんランドみたいなイメージ。わかる？誰にする？ランダム TP で決める？アットワールで。さあ、一体誰になるのか。海にゃー！ちょっと待って。待ってくれ。待ってくれ。ちょっといろいろ、いろいろそれは困ったことになると思うんだよな。デフォルト、ただのマイクラ。マイクラテーマパークだな。まあ、いや、マイクランドにするか。マインクラフトをフィーチャーさせます。何年前の企画だよ。確かにちょっと企画が古いか。でも海ニャになっちゃったし、アットワールだからな。確かに再生数悪そうじゃない？海ニャ真ん中って。もう一回アットワールして、ちょっと比較検討する。ヤギ、まあいいんじゃない、まあ、いいんじゃない。ヤギの顔ドーンって乗せて。イモチャできる。イモチャ真ん中作れる。別に仕事がある。あー、じゃあフニャントリーとかかな。フニャントリー真ん中いけるか。フニャントリーが真ん中でヤギをイメージしたものを作る。で、ヤギは作ってほしいのはこのゲート、最初のゲートを作ってほしい。ヤギワールドのゲートを作ってくれ。まあ、この辺で。でかいところはあれするか、建築税にやらせるか。でかいものはできる。あ、某いきなりだけど、この区画でちょっとでかく作りたいな。この入り口のところをジャストロー、ここで、まあ、暇人くんかな。暇人ここよろしく。まあ、建築税で、そうだね、建築税でちょっと固めてもらおうか。そこは匠くんにやってほしいのはここ。匠くんちょっとでかいけど、ここお願い。なのでここ、はい、簡単です。この赤の朝日ゴーカート作りたい。あ、じゃあここで作る。朝日ゴーカートだから広く取りたいっしょ。ここ全部使っていいよ。じゃあ朝日よし。じゃああとはもうちょっと残ってるところを適当に配分していくぞ。俺が作るから、この枠勝手に入って、そこに自分で金ブロックを置いて、金ブロックの上に看板を立てること。分けてってますよ。テーマパークの全体を作りたい人は入んなくていい。その道路とか道路際の木とか作りたい人は、まあ勝手にやっていいよ。売店エリアどこです？売店エリアこの入り口のところにするか。はい、売店エリアもここら辺にしましょう。小さい店、そこら中に小さい店作りたい。ポップコーンカート的な、そういうのなんか建築税に与えてるのを、場所をちょっと切り取って作りたいね。なんかもうできてるし、なんかちょっと事前に作って準備してただろこれ絶対。はい、事前に作ってたんだったらちょっと手伝ってほしいかも。おー、なんか良さげなのができそうだぞ。ゴミ箱作んなきゃ。それプラコスや。あ、タワーオブテラーみたいなの作ってる。これ誰だ、乗る暇人くん、何これ。
これアシカショー、これヒマジンくん、これなこれアシカショーかなんかすんのこれ。マウンテンスプラッシュ、はい、これディズニーのマウンテンスプラッシュな。マウンテンスプラッシュ、スプラッシュマウンテンのことか。スプラッシュマウンテンってこんな感じだっけ。なんか白クマとか飼ってる場所って感じする。出ないのバレる。確かに。お、なんか朝日くん良さげなの作ってるね。道路のさ柄とかもさ今白でしかないからさ、なんかこれもちゃんとしたくない？白コンクリだけじゃん。なんかしたいよね。なんか窓いいね。好き。磨かれた火山岩シリーズ並べてパターン模様にする。あー、それいいかもね。あの道路はちょっとしょうもなさすぎるから道路なんとかしたいかも。鏡の迷宮どこに作りますか？何、鏡の迷宮って何？それサントピアランドのこと、まさかん？なんか棒のやつ入り口潰れる。でもこれ入り口になってる MS のところの。道一細っ。一気に不動産の価値下がった MS の。おお、なんか粒貝なんかすごいまともに作ってる。かわいい。なにこれ、ニューファーグのね、これ高速道路の男子トイレ、これ。ニューファーグのトイレみたいなんか。おお、いいね、いいね。うわ、めっちゃいい、ワドの。いいな、なんかお腹空いてきた。あさ、ヤギの一体何を作ってんのかよくわかんないな。あ、こっち側、こっち側に作んだろ。まあいいや。まあ、全部ヤギに任せよう。まあいいや。まあ、特に俺、口出し戦法は面白くなりそうだから、口出し戦とくは俺、あの、ヤギに関しては。うわ、ジャストロのいいね、なんか。おー。よし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 。だいぶできてきてない？すでに完成してる人っていますこれ。ワドか。いいね。ポップコーン屋。いい感じ。なんかね、その、ワドのキャストの服含めていいわ。ワンのは？ワン作、昔使われたアトラクション、なぜか取ってある謎の構造物。は？お前、ここ入り口だぞ、お前。てめえ、入り口に何作ってんだ？全くわけがわからん。ワド。ここ、なんか、改良してくれ。ワン、お前には別の仕事やろう。よし。ワン、ここ。ここに、この俺がこの茶色の、この枠の中に、ちょっと建物作ってほしい。清掃センター。この遊園地を清掃する人の清掃センターを作ってほしい。その清掃センターの人の用具入れみたいな、大事だから。ここつなげとくから通路。かなり重要だよ、ワン。サインまでこだわる。で、清掃センター、ここ、ワン、これも任せる、ここも。この赤のところも任せる。これは清掃センターじゃなくて、事務員さんの事務室。めっちゃ大事だよ。あと倉庫。水色が倉庫。なんかいろんなこう物を入れとく。よろしく。ワド、それ、ほぼ壊してもいいぞ。一応できましたよ。いいに。現実の遊園地行ったことないです。あと、狭い区画選んじゃって後悔。ところで、隣の亀下くんのエリア異常に広くない？亀下くん？何作ってるかによる。何を、お土産物売り場みたいな感じか。現実の遊園地行ったことない？なんか、小学生とか中学生のさ、修学旅行先とかでさ、ディズニーとかさ、高校のとか、高校でまあ、そうか。中学は中学。え、京都行ったついでにユニバーとかにならない？ならん。ないない。京都にそういう場所あるんですか？ちょ、待って、ユニバー知らない？ユニバーサルスタジオジャパンは知ってるでしょ？ダミさんが名前出すぐらいなら、ちょっと待って、イニってさ、ごめんな、日本に住んでる？今なんか、離島とかに住んでる？イニもしかして。新潟県、出雲崎町ですね。あ、ごめん、その怪人って大丈夫なの？結構山の方です。そうなんだ。あ、新潟だったらあれがあるんじゃないの？サントピアワールド。サントピアワールドは CM でしか見たことないですね。え、なんか友達とかと行こうってなんなかったの？ないですね。え、ちょっと待って、遊園地行ったことがないまま、イニって20後半でしょ？つまんない人生だったんだね。涙。つまんない人生だったんだね。あっけんさんさ、あけさん、なんか何作ってんのこれ、なんか、魚市場みたいなの作ってんのこれ。出店なんか、市場みたいじゃない、なんかこれ。こんなノリだっけ、こんな感じに密集してなくない、かわいいでしょ。え、どういうことカラフルで。あけさんって遊園地行ったことある？ある。あ、そうなんだ。なんか俺も海の家にしか見えないんだけど、なんか密集してる海の家って感じ。なんかちょっとした軽食とか、売ってる感じ。焼きそば焼いてそうだね。なんか焼きそばとか売ってくれんのかな。遊園地焼きそばって嫌じゃない？結構ガッツリめに食うみたいな。なかなかないですね。ディアウニー。ディアウニー？お餅みたいなのとか、
ディズニーにお餅は売ってなくない？お餅は売ってないと思うけど、ディズニーって餅売ってる？え、餅？あるある。園内で売ってるってこと？あ、これか。ディズニーシーのなんかトイストーリーのリトルグリーンメンのなんか、餅じゃないよね、でもこれ。アーケン、餅と饅頭は同じ。は？も、饅頭と餅一緒なんだ、アーケンさんの中では。あ、なるほどね。お餅とは、あ、なるほど、なるほど。ま、確かにアーケンさん一緒だよね。餅も饅頭も一緒だわ。見た目一緒、確かに。バカじたって、日本人じゃない感じする。カレー入ってるやつなんかなかったにゃ。あの、ミッキーの手の形したやつあるよね。あれ可愛いんだよね。ミッキーの手の形してるやつ。なんかすごいことになってるね。どうしたなんか砂浜が出現したけど、大丈夫この辺。何作ってんのこの砂浜。じゃなんか結構大風呂敷広げて、まあ待て。あ、はい、すいません。まあ待て。砂丘作ってるなんかのじゃじゃがなんか大丈夫。まあテーマパークだし、まあ砂丘ぐらいあるか。あのさ、これはさ、なんか これはなんか本当にあるからな、これは。これアリエネさんはこれあるからな、まあ。だって本人じゃん、だってこれ。本人っていうかまあいるからね、これは。あのさ、俺、ディズニーでさ、アリエヌってキャラクターじゃなくて、アリエルってキャラクターがいるじゃん。俺さ、それをさ、見たりさ、耳でこう聞き取った時に、そう、マーメイドの方、アリエルって聞いた時に、アリエヌを一瞬思い浮かべて、あ、違う、あれは、違うわって思った瞬間に、でもスティッチだってなって二重わけわかんなくなるんだよ。アリエヌはスティッチだし、アリエルはアリエヌみたいな、わかる言ってることあのアリエル、あー違うアリエヌは違う、あっちの方だ、違うあれはアリエヌじゃないわみたいな、バグる、めっちゃバグる。なんかさ、なんかゴミ箱設置してるんだけど、なんかいろんなところに、だからいろんなところにゴミ箱設置してくれてる、なんかまあ確かにゴミ箱ないとまあ散らかっちゃうもんね。まあ確かにな。まあ清掃のまあ人的には大事だ。なんかいろんなところにゴミ箱置いてある。まあ大事かもしれん。それはいい配慮だったかも。何してるの。出来横できた。出来横これ何する施設って、隣の施設も何これ。で、超でっかいのある。遊園地に必ず偽物の恐竜がいるイメージがある。まあ俺なりのジュラシックワールドってとこかな。何、俺なりのジュラシックワールドって何。俺別にジュラシック要素なくない。別に全然ジュラシックじゃないよこれは。ジェットコースターみたいなの作ってんのか。あ、これまさか、これはカメと話すやつでは。マイクが作ったやつこれか。お前たち最高だぜのやつでしょ。知ってるよ、すごい。石伝達できなそう。確かになんか話してもなんか全然見当違いのことばっか返ってきそうな気がする。何これ、何してんのこれ。アーケンとニャンドルと並んでる。受付。どういうこと。ええ異世界転生、異世界に転生すんのこれ。トラックに跳ねられる体験ができる。せんやくんさ、もしかしてさ、もう遊園地行かなさすぎて全然やばいことになってない。なんか、受付って、なんかおかしいよな。なんか、本当に分かってない感じしない、この受付っていうの。なんか、こういう受付があってみたいな感じだと想像してるんだ。くんさん、何今どうしたの。こういう食材どうですか。あ、まあいいんじゃない。ちょっと作ってじゃあムイさん。いいよ、作っていいよ、いろんなところ。できて。なんか可愛いな。なんかちょっと可愛い。昔の遊園地とかにある水から不気味なドラゴン出てるオブジェ作ろうとしたら可愛くなった。え、なんかちゃんといい感じで可愛いんだけど、なんかいいね。ありありあり。つぶがい毎回中華っぽくなる。確かに。コウタンできた。コウタンさん何これ。コウタンの魔法の杖屋さん。これ、ユニバにあるね。ユニバにあるやつかな。あの、杖高くない、あの、ユニバの杖。ダメでもかんで高いんですけど、あれ。高すぎません、あの木の棒。2本買った。コタロー何してんのこれ。芋虫コースター、ジェットコースター苦手だから、こういう優しめのやつよく乗ってた。てか、コタローも、コタローですら遊園地行ったことあるの。イニンさ、人生経験コタロー以下だよ。コタローより下じゃん。遊園地お父さんが連れてってくれる。まあそういうことあるよな、まあ。まあ海よく行きましたし、コタローですらってひどすぎる。え、コタローなんか明らかに人生経験なさそうな感じじゃん。でも結婚してんのバグ。確かにめちゃくちゃバグってる、なんか。どうしてそんなことになるのかわからん。なんか、バグが発生してる、なんかかなり。また待ちますわ。まあ順番見ていきますか。まだね、ここ作れてないっぽいんだよね。デポ何してんのお前。マスコットキャラかお前。何のキャラクター？え、あーはい。はい？
写真撮るかマスコットと。サービス悪っ、このキャラ。このキャラクターサービス悪いな。なんか、クマ？あ、クマなんだ。ガオー。は？お、バーガースタンド。ワドルドフードか。いいね。ワン、残念ながらワンの、なくなったね。1G ゲーム。感圧版のレバー 6G ゲット。どうやって遊ぶのこれ。乱暴に扱わないでね。ボタン連打しないでね。お金を入れるところ。あ、はい。あー、なるほど、なるほど。え、じゃあね、これどうやってでも感圧版にこれやんの？ミニゲーム。これ感圧版絶対かかんなくないこれ。これ無理だろ、こんなの。行かない、行かない。おい、全然ダメ。ゴミゲじゃん、これ。こっちは？あー、やっぱ、めっちゃクオリティ高い、タコワサ893。何これ？タコワサで作ったのこれ。めっちゃクオリティ高くない？サムネパシャ。かわよ。1個3300円。まあまあ高いな。でもまあ、リアルな数字だな。めっちゃかわいい。何これ？タコワサブース、全種類集めてね。いや、全部一緒だろ。等身大タコワサ。めっちゃいい。超欲しいわ、これ。これは？これ何これ？おじさん。ボールを投げてゲットしよう。あ、そういう系？あー、あるわ、あるわ、あるわ。あるある。コータニーム博士のコータニー村を待ち時間50分。だる。ファストパスみたいなのないんすか？ようこそコータニー村ボへ。ドナルドの家みたいなノリ。あー、写真撮って、また次みたいな。あ、な、グリーティングできるんだ、コータ。グリーティングサービス。これすごくない？これ。これやばくない？このメリーゴーランド。これ、超やばくない？これ。これ超やばいんだけど。これはすごいな。めっちゃ並んでる。それは並ぶわな。かわいい。しかも全員顔ちゃんと違うのいいね、なんか。建築は僕。コマンドがイモチャか。トイレ、入場料2000円。は？誰が作ったんだ、このトイレ。このクソゴミトイレ。しかもさ、外から中見えてる。丸見えじゃねえか、これ。トイレここもあるよ。ここか。多目的トイレ、トイレ。あ、いいね。二つともあるんだ。女子トイレ。おー、右を見ろ。後ろを見ろ。上を見ろ。覗くな！覗くな！こっちも見て。ん？多目的トイレ。あなるほどな。いろんな目的に使えるんだな。ほうほうほう。一渡部と。これ何？カップルがめっちゃ乗る二人一組のアトラクション。ボートに乗って氷河ペンギンに会いに行こう。ダミトピア。回転率めっちゃ速い。これさ、これあれじゃね？これディズニーに同じのあるよな。ニモの隣にあるやつだね、これ。これあるよね、これ C に全く同じやつ。あったっけな？いや、ある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 。もう構造全部一緒、これ。まんまだよね。こんな感じだよね。こっちに2もあるんだよな、確か。一緒じゃん、これ。あれ、ペンギンじゃないでしょ？一緒。聖なる泉です。ね、これ何のサービス？こいつ、遊園地行ったことねえだろ。あ、これ、ちゃんとなんかできてる。タートロールトークって。画面と話せるよ。タートロールトークだ。わあ、すごい。端っことかにいたら当ててもらいやすいかな。実際に体験できるらしいよ、くんさん。お、そうなの？やだな。別になんか体験したくないな。質問してみてよ。あ、ほんとだ。なんかタートル出てきた。わあ、すごい。2匹になったけど。あ、カメスタはいつ番になるんですか？そのうちさ。なんかつまんなくねえのか、返答。なんか、はぐらかし方つまん、もうちょっと本家はなんか、ウィットに飛んだ感じだよな。適当すぎ。なんかもっと盛り上げてくれよ。最高だぜ。これは、せんやくんの、遊園地に行ったことないのが透けるやつです。これ、タコワサ999、何これ。あー。なんか、びっくりショーが行われようとしてる。まあまあわかるよ。何が作りたいかは。劇場的なのもあるもんね。で、これは？
か結局これがあれか、海の家か。焼きそばと、あと超高えなんかコーラみたいな。あと餅か、アーケンさんお得意の。お餅言ってんのかな、アーケンさん。アーケンさん、ふが、これも餅、肉だけど有機物だからこれ餅、事実上。このケーキも小麦粉で、同じ炭水化物だから餅。魚も有機物だから餅、果物も、炭素だから元々言えば餅。このパンも当たり前に餅、小麦だから。そうです、うつです。これはここ何、休憩所お前の願望だろこれ。こいつの願望が現れてるだけだろこれ。イニン、こういう場所ドラマで見たことある。彼氏アイス買ってきてくれるよね。もうドラマの中の話なんだ。なんか創作物の中の話なんだね、遊園地って。リアルなものじゃなくて。これは何これ、おさわのやつは何これ。現在トラブルにて頂上にて停止中、復旧までお待ちください。あさ、これさ、こんなジェットコースターなくない、これ。どうやってこれを、おさわ、これおかしくない、ここで止まんの。なんかさ、ここから垂直に90度ガーって上昇したと思ったら、ここでガッコンって止まったってこと。地獄じゃん。これは何、これなんかお化け屋敷みたいな。入り口、見せ物小屋。中卒ニート、中卒の犯罪率は大卒の10倍。プレデター、毎日エーペックスしかやることがない外事。公園によくいるおじさん、毎日昼頃まで午後の4時まで公園で暇つぶしをしている。フェミニスト、生息地ツイッター、ブスか LGBTQ の2種類しかいない。竹本、30代にもなって毎日子供たちとマイクラで遊んでいる。ひでえな、この見せ物小屋。ノル、東京ドームシティとか、また後楽園遊園地で呼ばれていた頃、戦隊もののショーが園内で開催されていた頃、ドーナツ型の大勢が乗れる赤い大きな乗り物があり、一番上まで行くと、昭和の話それ。一番上まで行くと園内を一望できる、そんなものがありました。ゆっくりと回りながら登り、回りながら降りるので、いろんな方角の景色を楽しめる。東京ドームになる前の後楽園球場のゲームも観戦できました。大昔のことすぎ、記憶は定かでございませんが。いつの話だこれ。マイクラ雑談見て。ん?後楽園タワー、登る100メートル、アメリカ大陸も見えるかなみたいなふざけたパンフレットがある。まだ幕府があった頃だね。これは、玉竜館、52遊園地支店。玉竜館って絶対北朝鮮のなんかだろ、これ。1階お土産コーナー、2階レストラン。順路こっちです。ん?はいはい。遊園地によくある円盤がぐるぐる回るやつを作りました。名前はわかりません。またアトラクションの出口にお土産屋さんがレストランがあるのが特徴です。どういうやつこれ。円盤がぐるぐる回る?あー、なるほど、なんかこう、分かった、何言ってるのか分かった。なるほどね。左右に揺れるやつだ。振り子みたいに。で、これでお土産コーナーか。なんで北朝鮮の国旗ばっかりなんだ ?2 階はレストラン。クラブ99。これさ、なんだっけ、クラブ33だっけ、ディズニーのやつ。これ中どうなってんのこれ。また怖さしかない。ろくでもねえな。1億年ボタン。なんでこんなんあるんだ。アドルドのポップコーン売り場なんか出張してる。ポップコーンマシーン。270分待ち。これが?これスプラッシュマウンテン。は?これもうふざけてね、こいつ。マジで。何これ、嘘でしょこれ。本当に暇人。こいつマジ?こいつマジでやってんのこれ。行ったことないからわかんないんでしょ。県税の恥。バンされねえかな。県税以外でもだいぶひどい。確かにこれ相当ひどいな。何が県暇人だ。県プロついてたもんな。ありえない。ありえない話だろ。暇人、今起きました。解説してもらおうか、じゃあ。アヒじゃねえよ。あえぐな。解説は?ここが入り口です。おう。ね?そして、周りには水があります。まあ、見えるね。で?マグマです。あ?次はこちらです。ちょ、次はこちらで、こっからどう行くのこれ。こっからどうやってそっち行くの?入れないよ。は?ここで?あ、ここ。ここでトロッコを押し出して落とします。これ、ヒマキングに本当に解明させね。これ、いい機会だし。これでよくない?ヒマ、キング、TV。これどう?これでよくない?ヒマキング TV。チャンネルも全部ヒマキン TV にしようぜ。
変えさせようも。てかもう俺がさ、無理やりヒマキンって言ってたらヒマキングになるんじゃね？俺の力で言い続けたら多分なるぞ。みんながそう認識すればヒマキングになる、勝手に。みんなで勝手にヒマキングって言い続けよう。勝手に進めるな。苦手なことをさせ続けてきたんだろう。いや、ちょ、なんで被害者みたいになってんの？お前、ケンって。ちょっと待って、苦手なことって何？ちょっと待って。これ何これ、ケンって。これ見てください。皆さん、この文字。これ、K-E-N。何ですかこれ。なんだこのケンって。得意が苦手に変わったん。あるでしょ？次行こう。ほっとこう。あ、ウルンルー。ミルクチロス1本300円。ホットミルク300円。ミルクポップコーン300円。ほっこり丸やな。ですか、フィンランドの国旗持ってる、なんか。いいね、なんか。俺よりひどいだろ。はぁ？はぁ、何言ってんだ、あいつ。看板でアイテム名前つけただけやん。お前、このゴミ、このそびえ立つゴミなんだよ、これ。さっき来たばかりだよ。ガチで老害か。荒らしちゃったやん、それ。なぁ、このゴミ山。暇人、あんの？ディズニー行ったこと。なね。USJ は？ある。USJ 行ってても思いつかないの？だからここジュラシックパーク。は？ USJ 出禁でいいよ。USJ 出禁で。送っとくから、本名と顔写真。ブラックリストに入れといて。マジで入れれるよ。あはは。入れとこうもう暇人。ブラックリストに入れて、入ったら不法侵入で通報しよう。これ何これ？あ、何か分かったこれ。上に上下するやつね。ぐるぐる回りながら上下するやつ。ディズニーのアラジンの空飛ぶ絨毯のアトラクションイメージした。おー。さす、って、すごくない？それを建築で再現してんのこれ。これぞ剣だな。今にも動き出しそう。すごい。躍動感がやばいわ。この上下のさ、バランスをこう、なんだろう、一つのブロックじゃなくてさ、階段とかハーフブロックとか使ってやってて、なんか回ってる感。これはなんだ？なんか可愛い！めっちゃ可愛い！何これ？この清掃車みたいなやつこれ。何これ？めっちゃいいじゃん。クソ可愛い。これで並んで、で、これで、ここで、ゴーカートみたいになってんだ。お、ちょっとじゃあ行こうか。おー。めっちゃむずいこれ。で、こんな感じのアトラクションか。すごい、周りめっちゃ回ってる、なんか。めっちゃぐるぐる回ってる、なんか。いいね。さすが。これ何？この観覧車。いいね。たくみくんか。これが剣だよな。これが建築税の仕事よ。遊園地といえば観覧車。素晴らしい。この周りはさ、めっちゃなんかいい雰囲気にしたかったんだよね。観覧車と、まあ、朝日くんのやつと。あと、これは、某のやつか。お化け屋敷？これ。某のお化け屋敷。ほう。どっち？右か左か。じゃあ右。おー、なんかいる。なんか、化け物がなんか加えてる。なんか、女児を。うん、お化けより怖え。おー、びっくりした！やばいって、マジ、おさわえぐい。これ何？下に落ちて。え？何これ？なんか、喫煙所に落ちたんだけど、なんか怖っ。これもお化け要素、これもホラー要素か。落ちたら柄の悪い奴と二人っきりの喫煙所だったみたいな。これもホラー要素の一つだな。確かに怖いわ、あれは。これはカンタスケ。無限回廊の館。おー！めちゃくちゃ建築が、なんかいいですね。凹凸があって、いいですね。入ってみようか。中も。お！おー！なにこれ？すごい！なにこれ？おー！まさか、これずっと続く感じ？これ。やば！やばいやばいやばい！すごい！時間なくて機能性持たせられんかった。おー！すごいね。ちょ、怖っ。カンタスケ、おさいの怖えわ。おさ追いかけてくんのこれ、まさかこん中入ったら。うわ、怖い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 ！やばいやばいやばい、それ後ろから追っかけてくんの。いいね。おえー。なんかおさが飛び回ってんのも怖えんだけど。さすが剣って感じ。無限回廊の館。これのね、真ん中のところを紹介しますか。おー、かわいい！この、ヤギさんランドのメインの像だね。真ん中の。かわいいね。素晴らしい。なんか、小太郎が天使おるなんか。かわいすぎる。さすがふにゃんとり。やっぱふにゃんとりうまいな。造形めちゃくちゃうまい。周りはね、建築税で固めたかったんだよ。カンタスケ、アローネと、タクミと、ボーと、ジャストロと、
これ何これ、ネッシーいんのこれ。たまに何か出るらしい、なんか出てるけどもうすでに。これはこれ何、ノジャジャ、これノジャジャが作った USJ。 なんか USJ ってこんな吊るされた男いたっけ、こんな逆さまになってる。あ、これスパイダーマンか。あ、何がしたいか分かった、ノジャジャこれ。あー、そういうこと、凝縮されてんのこれ USJ が。これジョーズってことだけど、ノジャジャだから凝縮されてる、なんか USJ が一つの場所に、ジュラシックパーク、なるほど。あー、ノーステップ乗らない、乗らないでって書いてるとこ乗るんじゃねえ。これ燃えてるやつだろこれ。これは自転しながら好転する、マジで酔う。これなんだっけこれ、こんなのあるの、これサントピアワールドにあるやつ、ロックンロールって。ごめんなさい、サントピアワールドわかんないです。これこれで、あー、あるあるっていう風にはなりません。ベノムのやつは空中ブランコ170センチ未満をお寄りのください。あ、まあなるほどね、俺全然乗れるけど、はい、もう全然乗れますね。え、ちょ、のじゃじゃのこれ何、カーズアトラクション、これ乗って、あ、乗りました、のじゃじゃさん。ブルンブルン、 See you again。 おい、別れの言葉はなしか、ワイスピー、これ見たことあるけど、フルスピードで走るのが俺の人生だった、だからお前と俺は兄弟だった、お前も同じだったから、 See you again。 おしまい。今のこれ USJ の体感系アトラクションってこと今の。いやいや、なんでワイスピー急に出てきたの、なんか言い訳がわかんないんだけど。いやいや、ノリ、急に何があったんだろうな。この先関係者以外立ち入り禁止。くんさん、ヤギワールド最重要施設作ったぞ。あ、これは清掃用具入れだね。これはなんだ、これ何、トイレ、これは倉庫。うん、あ、いいね、よかった。で、つぶがいのとニューファング、ニューファングなんかコメントでニューファングの像作んなっつって怒られてたから、ビビってちっちゃくなってこんなサイズになっちゃった。かわいそすぎる。コメントでニューファングの像作んじゃねえとかって言って、ミルダムのコメントで叩かれたから、ニューファングビビってちっちゃくしちゃった。かわいそう。コータンとかあんな目立つの作ってんのに、あんなゴミみたいな目立つの作ってるのに、なんでニューファングはこんなちっちゃいのになっとんねん。ファングレッツゴー、スケートボード乗り場、完全にヒットマーク出とるやん。これはなんだ、こっちは誰、僕と一緒に写真を撮ろう、1枚3000円、高っ。え、ね、俺がキャストなのこれ。あ、俺なんだ、俺と写真撮るんだこれ。入っちゃダメだよ。なんかあの用務員室になってる。これ誰が作ったのこれ。まあまあ建築頑張ったねこれ。2434なの、建築頑張ってる、なんか。マジ？あれ？たくみくん評価。めちゃくちゃうまいけど。建築のできる個体？マジか。建築のできる個体らしいよ。暇人よりうまいな。暇人じゃなくて暇金か。煽りまくってる。はい、比較。幸せ？どうした急に。暇人。8分前。人と比べる前に自分の建築に自信持つことだよ。比較して満足してる間は成長できない。比較対象ないと幸せになれない？自分自身の建築に自信持って幸せになった方がいいよ。あ、用事あるわ。おつ。うざ。とんがりのバックンドラフト。これバックドラフトだろ、これ。あ、まだできてないのか、これ。ヘルスか。何ここ。え、かわいい。ムービー。これ、ムーミンのやつじゃん。よう、ラム、よう、ん、よ、よ、よ、ん、ムーミンランドへ、よ、なんで縦書きにしたん？なんで縦になってるの？ムーミンランド。ヘルスか、ムーミンになってる。日本語リスペクトすごすぎ。マジで。ここ、見て。縦書き面白い。ヘルスカ的には結構興味があったんだ、縦書きに。よかったね、なんか、ムーミン感出てる、なんかすげえ。なんだこれ、映像を見るアトラクション、今月は SDGs とオリンピック。映像を見るアトラクション、なこれ、なんでこの虹色なんだこれ。ちっちゃ映写室、ちっちゃ、狭くね、なんか映写室、ちょっともうちょっとなんとかならんかったん、それは思った。ショート、しかもさ、あすぎおかしくない、これ何見んのこれ、 YouTube ショート見んのこれ、何これ、ありえねえ、何、え、アリエルが作ってるの、スモーキングエリア。ふざけんなよ、お前。超でっけえスモーキングエリアができてる。何のアトラクションでもなかった。なんか最近ウェイチ喫煙所がなくないですか？いい感じに空いてたんでめちゃくちゃでかいの作りました。それ私が作ったんだけど、乗っ取られとる。喫
煙所にされた。まあ喫煙所なかったしね。ケーキがチルノ、小さなカラフルお菓子エリア、リトルチュロス、リトルアップル、リトルクロワッサン。なんかいいね、いいね、この続き。ケーキエリアかな。これはパワーストーン屋1個500円、健康、仕事、勇気、買い、このなんか詐欺みたいなのやめね、このパワーストーンとこのなんか健康とかなんとか。ポーカーあるわけねえだろ、こんなもんよ。これ何これ、これ何これ、毒状態のこれ。ドゥ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 。待ち時間なし、実際に沈めるよ、みんなもやってみてね。遊園地によくある親指を立てて溶鉱炉に沈んでいく売店。これはこれボンコンのなんかあれか。あーでもなんかちょっと高い位置にあるよね。これトルコのアイス屋さんっぽい、あの渡してもらえないやつ。空飛ぶ豚さんコースター、待ち時間5分。ないじゃん待ち時間。どこだ、なんか列めっちゃ長いんだけど。これ何これ、ん、え、いけない。おーおー、え、すげえ、豚空飛んどる。飛べない豚はただの豚、それまた別のやつや。で、これでお土産屋。クラ、豚の卵5000円、餅つき棒、餅つき棒餅つき棒まあ餅だよね、まあまあなんか、なんか人参ぶら下げてるように見えるけど、まあ、まあ餅、餅だよな、まあ。中京競馬場名物、場内遊園地、平日も公園として開放してるよ。これで小さいお子さん連れの家族でも競馬を楽しめます。なんか遊園地ってよりなんかもうただの公園じゃね、ちょっとした。でも名称は遊園地。パパが遊園地連れてってやるぞって言って、あの連れてくためにそれにしてるだけだろ。入り口できたらしいです。ヨギさんこれ解説お願いします。ここはヤギ、あ、この部分はヤギが作ったんだね。なんかしない、何か飛んでる。なんだこれ、何が飛んでるんだ一体、ヤギさんの上からあさ、何これ、ランって書いてあるけど、ランド、何これ、ゴロロ、なんかすげえ目立つ、この怪物。ここが入り口、ここが入り口。キモっ、おいら思ったよりキモかったぞ。なんか入り口、入り口めちゃくちゃ気持ち悪い。なんかすげえ気色悪いぞ。なんだこれ、入り口きっしょ、造形エグ。ヤギさんこれは何、こっち側は入ると見られる。あー、あれが見てくるってことか。はい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 。あー、でこっちから見ると何、アシュラ像みたいな感じ。これ仏教的な意味あったりする、もしかして。これティラノサウルスとランプで出た騎士は、小太郎解説は、これがティラノ、あ、これがティラノなんだ、解説が入った。これがティラノらしい、これが騎士。あー、なるほど。小太郎これは、これはわからん。ヨギさんこれは、これはドクター雷。なるほど。あー、あれか、ドクター雷ね。はい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 。あー、通りでね。なるほど。はい、ということで、ヤギランド、どうでしたでしょうか。でもなんかすごいね。なんかこう見るとなんか、めっちゃ楽しげじゃない、めっちゃ楽しげ。つけてみます、シェーダー。おー、すごい、めっちゃすごい。え、めっちゃすごいよ、なんか。キラキラしてる、めっちゃ。おー、カラフルだから映えるね。この色合いの。ちょうどさ、ほら見て。暇人の隠れてるんよ。リヤギさんの像で。ちょうど。だから見栄えもいい。おもんなボケアホ。もういいね。いい。すげえいいわ。めっちゃいい。いやー、いいね。すごくいい。丸です。これマジでいいな、このメリーゴーランドマジでいい、めっちゃ。いいなぁ。おー。良いですね。はい。ということで、50人で、遊園地作ってみたでした。くんさん言い忘れておりました。なに?これは氷の柱です。あー、そういうことらしいですね。はい。ということで、以上ですかね。大事、助かる。大事だね。何、とんがりさん。とんがりさんのバックドラフトできたらしい。とんがり大サーカスが遊園地に来ましたかな?はいはいはい。これで?これ聞こえるか?ん?あ、聞こえます。あ、これバックドラフトのこの USJ のやつを再現してるのか。なるほど。あ、これで、最初の あれだな。はい、みんな入って、途中まで奥まで詰めてください。はい、ここまで。はい。で、これで映像を見て、で、次に行きましょう。はい、次。
おお、再現ちゃんとできてる。これ火がボーンって出たりするやつでしょ。あ、もう終わった。ちゃんと再現できてた、よかった。雰囲気ある、いいね。まあ概ねどれもみんな良かったね。編集でここ黒く潰してくんない？編集でなんか、あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。夜にしてみたい。おお、なんかあれだな、あの目立つ、もうなんかその奥になんかさ溶岩使ってる人いて目立つ、なんか良くない、これ目立ちすぎ、これのせいで良くない。あの棒のやつはそれっぽくなっていい。おお、なんかここめっちゃいい。小太郎のやつめっちゃいいね、夜。なんかのじゃじゃのやつも地味にいい感じになってる。なんかコウタのもちゃんと夜太陽だね。コウタのも夜太陽できてます。うわー、めっちゃすげえ、超いい、超ほっこり、ほっこれる、これは。いや、なかなかすごいいい感じだね、これめっちゃいいわ、夜も。ということで、ジジイですかね。ジジイ。